どうも、アキラリウムです。前回音声付きで動画を投稿したところ、そっちの方が分かりやすいといった好評の声をいただいたので、今回も音声付きで動画を作っていきたいと思います。今回もザ・ 2HR アクアリストへの道ということで、前回の続きを紹介していきますので、まだ以前の動画を見ていない方はそちらからご視聴ください。チャンネル登録も800人目前となりました。まだの方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは最後までご覧ください。今回の動画の内容は立ち上げ初期の差し戻しについてです。通常であればトリミングをした際に密度を上げるために差し戻しというものを行っていきますが、今回は一度植えた水草を抜いて差し戻しを行っていきます。なぜそのようなことをするかというと、組織培養であればこのようなことをする必要はないそうなのですが、水中葉の場合は以前の水槽で育っていた葉の部分は新しい水槽の水質には適応せず枯れてしまいます。そのような枯れが水槽の苔につながってしまいますので、この水槽で出てきた新芽の部分を残して、差し戻ししていきます。その際に底床の掃除をしっかりとして、汚れを蓄積しないといったことも大切です。実際に新芽の部分をカットしていきます。こちらの水草は ADA のバイオ水草の森ロターラブラッドレッドです。組織培養の水草ですが、以前違う水槽で育てていましたので、今回は差し戻しをしていきます。とても赤くなる水草ですが、かなり成長も早く、なかなか制御が難しい、そんな印象もある水草です。水草のカットが終わりました。長いものと短いもので分かれてしまいましたが、このまま植栽していきたいと思います。長いものは奥に、短いものを手前にして、少しレイアウトをきれいに見えるように植栽をしていきます。以前質問にもあった奥に見えている給水パイプのカバーなんですが、これはダイソーの PP シートと鉢底ネットを使って、簡単に作ったものです。それでは早送りでご覧ください。続いてはミリオフィラムホワイトの差し戻しをしていきます。こちらの水草は独学アクアさんにいただいたもので、まだほとんど流通していない珍しい水草です。とても綺麗で気に入っている水草の一つです。こちらも差し戻しをしていきます。続いてはニードルリーフルドズビジアです。なかなか調子が上がってはいないのですが、こちらも差し戻しをしていきます。もう同じことの繰り返しですので説明は省略します。こちらも早送りでどんどん植栽をしていきます。差し戻しをした直後の水槽です。その他の水草もしっかりと育っていて、順調に立ち上げが進んでいると思います。
この後、少しこの水槽がどれぐらい育っているか、紹介したいと思いますので最後までご覧ください。こちらの映像は差し戻し後から約1週間経過した水槽となります。まだまだ苔もほとんど出ず、本当に順調に水草が育成しています。やっぱり水草が日々成長していくのって本当に楽しいですよね。少し短いですが本日の動画は以上となります。 THE2HR WAY に興味がある方、この水槽の今後に興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴いただきありがとうございました。